さあやろうやろうやろう、入れすぎた。まあいいじゃない皆さんこんにちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。アナヒコです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや先生、はい、ジメジメして暑くなってきたね。暑くなりましたね、うん、だからちょっとこうメガネをかけてきちゃったんだけど。いや関係ないでしょ関係ないから先生、ね、え先生こんな季節に、はい、こんなジメジメした季節になんかいい実験ないの？そうだね、あるよ。今日はドライアイスを使った涼しい実験をしてみたいと思います。ぜひお願いします。それではやってみましょう。せーの、レッツサイエンス。今日はドライアイスを使います。アイスを買う時などに保冷剤として見かける方も多いかもしれません。ドライアイスを使う時は冷たいのでこのように軍手をすると安全です。それではドライアイスを砕いていきます。このように砕きました。さあやろうやろうやろう。続いてぬるま湯を使います。今回は見えやすくするように食紅を入れたいと思います。入れすぎた入れすぎたまあいいじゃない。それでは先ほどのぬるま湯の中にドライアイスを入れると不思議な現象が起こります。3,2,1 でやりたいと思いますので、アナヒコくんも一緒にお願いします。はい、それでは3,2,1。おお、すごい勢いで、なんか涼しげな実験でしょ。はい、すごい勢いで化学反応がすごいね。今日すごい反応してるね。いや、すごい見やすい。ブク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 。これは涼しい。二酸化炭素が反応してます。なるほど。どう、すごかったでしょ。先生、はい、これはなんでこんな風になったの？それはね、ドライアイスは二酸化炭素が固体の状態です。ぬるま湯によって温度が上がり、二酸化炭素が固体から気体へ変化しました。なるほど、そういうことだったんだね。そうなんですよ、うん、すごいでしょ。涼しげかな、ね、いやちょっと近いな先生それ先生気に入ってるね先生この実験すごい好きだね好きだね、すごい実験、この実験好きだったんだね。こういうの大好きだね、ほんとね。でもすごいより実験っぽくて今日はね、なんかすごい涼しげな実験で今日も楽しかったね。すごい楽しかったです。いやもういいから、はい、かった。じゃあこれね、なんだろう、今日も楽しかったね。はい、いい実験でした。でした。それじゃあまたね。バイバイ。バイバイ。ちょっとメガネずれてるんで。あ、そう。この動画がためになったという友達は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと、先生に質問ややってほしい実験があったら、ぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。